はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、お鍋にしてみました。今日は青森雪でね、寒かったんで、こんな感じですね。まだね、煮てないんで、鶏団子の塩ちゃんこ鍋ですね。こちら使ってます。プチット鍋、エバラさんのプチット鍋の塩ちゃんこ鍋の素、これ使って鶏団子を入れて、鶏団子の塩ちゃんこ鍋にしました、ね。では火をつけて、ライターが、熱心フジバーナーさんのね、スライド式のガストーチ、よいしょ。よいしょ。これで蓋した方がいいんだけど、まあ絵面的に蓋ない方が見栄えはいいかな。もうちょっとこんな感じでね。あ、そうそうそう、一応いつもの野菜サラダ作ってきてあるんですけど、お鍋野菜結構使ってるんで、これ明日に取っときたいと思います。サラダはね、お鍋に結構野菜入ってるんで、サラダは食べなくてもお鍋の野菜だけで十分だと思うんでね。では、ちょっと熱くなっちゃうかな。飲み物はどうしよう。ドライゼロかゼロ一か、どっちがいいかな。ドライゼロにしようかな。ね、いつものノンアル、これに焼酎入れてシュワシュワ作っていただいていきたいと思います。よいしょ。で、焼酎は中身大五郎入ってますね。ミニ五郎の入れ物にいつもの小分けにしてね、大五郎持ってきました。では軽くかき混ぜて、ね、今日のシュワシュワはこんな感じです、ね。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。じゃあね、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。富士山ピントが来ないかな。あ、来た。これピント来たかな、これで。お、いいですね、綺麗に映ってますね、富士山ね。今日はね、お昼に庭でね、雪の中どん兵衛作ってね、いただいて動画上げましたけどもね、見てくださいましたかね。もうね、あんな感じでね、雪がまあまだそんなにたくさんは降ってないんですけども、まあ積もってきててちょっとね、寒いもんでね、お鍋がいいかなと思って、まあ、シンプルなね、お鍋がいいかなと思って、前は赤からの15番とか、ね、あと、ね、もつホルモン鍋とか、なんかそういうのがね、多かったんで、今日はシンプルに、ね、塩ちゃんこ、鶏団子のね、塩ちゃんこ鍋にしてみました。では、じゃあ、お鍋がね、沸くっていうか、まあ、煮えるまでまだ時間かかるんで、こちらいただこうかな。こちら、豚タンの串焼きですね。豚タンの串焼きの上にね、ネギをね、乗っけてみました。やっぱりタンとネギよく合うんでね、牛タンでネギタン塩とかありますけども、豚タンもね、ネギがね、よく合うんで、もう串焼きの上にね、乗っけたらうまいんじゃないかと思って、乗っけてみました。真ん中の
真ん中のやついただいてみようかな。あーちょっと崩れちゃうな、ダメだな。端っこのやつからちょっとひっくり返すとおネギこぼれちゃうんで、豚タンですね、豚タン。じゃあ豚タンの串焼きネギのせいただきます。うまっ。あー、くびれちゃう。あ、これはうまい。ちょっといろいろやって冷めちゃいましたけど、焼きたてだったらもっとうまかったと思う。いや、ネギやっぱね、乗せると美味しい。よく合う。ネギがこれ、あの勢いよくこうかぶりついてこう串をこう引っ張るとネギがねバラバラに落っこっちゃうの、それがちょっと欠点かな。ここまで想定してなかったんでね、今ちょっとね、あの食べるときにこうグイッとこうね串を引っ張ろうとしたらネギが落っこちそうだったんでね。沸騰はしてきてるけどまだまだね時間かかるんで、あ、この鶏団子、これはあのスーパーで買ってきた鶏団子に丸めてこうお鍋に入れればいいようになってるやつ、もう少しこう具が入ってるようなやつ売ってますよね。あれがね 30% オフだかで売ってたんで、それ買ってきて、それに長ネギの青いところのみじん切りと大葉のみじん切りとごま油とあとなんだっけ、鶏ガラスープの素、あの顆粒のガラスープの素を入れて混ぜて、ちょっと味変えてあります。味付け直してるっていうか、ちょっと味変えてるっていうかね、あのそのままだとちょっとね寂しかったんで、寂しいっていうかちょっと彩りもねちょっとこう青いの入ってる方がこう見た感じもいいしね、まあもうちょっと煮た方がいいかな。一応鶏団子はね、あの先に少し火は入れてあるんですけどもね、そうしないとねくっついちゃうんでね、煮る前の状態でこう入れて火つけるとくっついちゃうんで、先にね団子だけ少し煮て、それでこう入れて、あとしっかり中まで火を通すっていうね感じにしないと。ではじゃあこれ食べようかな。中華クラゲのサラダ蒸し鶏と、この間食べなかったんでね、もったいないんで取っといて、一旦持ってきましたね。この間ちょっと多かったんで残したんで、ね、蒸し鶏と中華クラゲいただきます。中華クラゲのコリコリした感じとこの蒸し鶏のね、ちょっとこう柔らかい鶏肉とにごま油の香りは軽くあってね、跳ねる、熱い。強いかな。
もういいかな。はい、ちょっとね申し訳ないです。なんかちょっとねカメラのトラブルでねちょっと途中で切れちゃって申し訳ないです。こんな感じでね、あの鶏団子としめじとあとね野菜ちょっとスープ入れて、これでねまずはポン酢も用意したんですけども、このまままずはねのお鍋のこの出汁の味だけでいただいてみたいと思います。じゃあね、あと火通ってるかな鶏団子。お、大丈夫そうですね。こんな感じですね。おネギね、刻んだおネギが入ってます。あと大葉も入ってるんですけども、ちょっと分かりにくいかな。ではいただきます。うまっ。あ、大葉の香りがすごくいい。でこれもごま油少し入れたんでね、ごま油の香りが軽くふわっと香って美味しい。白菜じゃなくて、キャベツ入れてます。キャベツの方が水っぽくならないし、甘みがあって美味しいかなと思って。しめじね。ピントは合わないし、ね、なかなか難しいですね。もやしね、もやしとニラのミックス。こんな感じですね。鶏団子いただきます。ではじゃあちょっと日本酒ね、日本酒っていうか濁り酒、三戸の、どんべり、いつもね、このお正月近くなってくるとね出てくるんですよ。年末年始、大晦日とかねよくこれお正月とかこれ飲むんですけども、ちょっとねフライングして日本酒ねこれしか今日用意してるのなくて、本当はね年末年始飲もうかなと思って一応キープで買っといたんですけども、何もなかったんでねこれまたちょっと出してきました。また年末年始用にねまたもう一本買えばいいんで。でこちらは青森県、八戸市の、八戸酒類株式会社さんで作ってる、ね、三戸のどんべりっていう、濁り酒ですね。まあ、あの辺ね、三戸とか、五戸とか八戸とか七戸とかね、何の辺ってね、数字がね、二戸は、あれは、秋田になるんでしたっけね。で、三戸から青森になるのかな。で、八戸。何の辺まであるのちょっと分かんないですけど、あ、南部の方なんでね、あっちは。私、青森市の、津軽、東西津軽ね、青森市の人なんで、そんな詳しくないですけども。ね、三戸のどんべり、八戸のね、地酒になります。これを。よいしょ。これが出てくると年末だなって感じしますね。この三戸のどんべり出てくると、おおほほほほほほ、これがねうまいんですよ。じゃあ三戸のねどんべりいただきます。
あ、火消してもいいかな。ちょっとつゆがなくなりそう。あ、うん、甘くなくていいんですよねこれ。うん、辛口の濁り酒。うん、結構ね味すっきりしてる。うん、甘いの苦手っていう方はね、まあ、濁り酒割と甘めなねのが多いんで、これはね甘め、甘みはちょっとそんなに強くなくて辛口の濁り酒になります。うん、これはねこの時期しか飲めないんで、年末年始たまに季節外れでね、年末年始以外にも売ってるの見かけることはありますけども、基本的にはね年末年始しか飲めないんでね。うん、うん、これはまたね青森の日本酒のまた一つおすすめなんでね、三戸のどんべりね。ではどうしよう、ウイスキーあるんだけど、ウイスキーも飲みたいな。どうしよう今日。あ、果物持ってくればよかったな。リンゴ切ってくればよかったな。リンゴ朝にねちょっとリンゴ食べて、朝ごはんの代わりにリンゴ食べて半分残ってるんで持ってくればよかったな、切って。まあしょうがない。ウイスキーはね、ブラックニッカの、リッチブレンド、もう手ついてあります。もうね 100ml ぐらいを飲んでるかな。よいしょ。昨日ねあの動画ちょっと晩酌動画上げられなかったんですけども、まあ、昨日の晩酌でちょっともう飲んでんで、手つけて飲んでたんでね、うん、ちょっとねどじっちゃってね、昨日の晩酌動画ちょっと上げられなかったんでね。では、ブラックニカのねリッチブレンドいただきます。うん、これもお安い方のねウイスキーですけども、まあ値段考えれば十分美味しいかなっていう感じですよ。うん、ウイスキー値上げっていうニュースやってましたね。あのサントリーさんのウイスキーでしたっけ、響きとかあの辺なんか値上げしますみたいなニュース、 2割3割ぐらいなんかニュースになってましたね。ニッカさんのウイスキーもどうなるか。じゃあさっきのあの牛タン食べようかな。また牛タンじゃねえ、豚タンの串焼き、これすっごい美味しい。豚タンや、これでね今こう食べちゃいましたけども、ここねこれで1パックでね300円しないですもん。270-280円ぐらいですよこれで、うん、でまあ串刺してあの魚焼きグリルでねまた焼いてきて、で黒瀬のスパイスで味をつけて、で刻んだネギをね乗っけてます。やっぱね、あー崩れちゃった、ネギ乗せるとすっごい美味しい。あー、わさびも持ってくればよかったな。これにわさびつけたらもっとね美味しいかもしれん。意外とねこの豚タンとか牛タンも結構わさび合うんじゃないかな。今日はちょっとねわさび持ってくるの忘れちゃったんでこんな感じですけども、じゃあいただきます。ちょっとねもうおネギがね崩れてるかこぼれちゃうんでね、こんな感じで。今日の動画の尺は短いかな。何回かねカメラの方が止まったりとかしててちょっと時間が読めなくてね、どうだか分かんないですけども、じゃあちょっと豚タンねいただいて、
これはうまい、うん、冷める前に食べたらもっとうまいと思うね。どうしてもね準備とかしてるとね冷めちゃうんですよね、うん、ではねこれもどんべりでちょっと合わせてねいただいてみたいと思います。あ、七味かけてもうまいかも、うん、あ、七味かけたらもっと美味しいかもしれないな、うん、まあいいや。うん、あ、日本酒よく合う、おいしい。豚タンが牛タンほどね脂がこってりしてないんで、牛タンもそんなに脂くどいっていうわけではないですけどもね、さらに豚タンの方がねあっさりめなんで日本酒によく合うと思いますね、豚タンの方が。うん、ではじゃあポン酢で食べてみようかな。ポン酢ね、ちょっとポン酢を、あ、ポン酢買わないともうこれでないんだよな、忘れないようにしないと。じゃあ動画でね言っとけば明日の朝、あ、そうだポン酢ないんだって気付くんでねそしたらね、メモ用紙にね、買い物のメモ用紙にねポン酢って書いておけばね買い忘れないんでねねもうね書いておかないとねわすぐ忘れちゃうんですよ、もうメモしておかないと。じゃあ鶏団子と、あ、お豆腐食べてないんでお豆腐いこうかな。お豆腐とあと、あ、椎茸ね、椎茸、あ、梅雨がなくなっちゃったな、ちょっと煮すぎちゃったかな。あ、うどんとかね、なんだとかご飯とか入れて締めとかも取ればいいんでしょうけども、お腹いっぱいになっちゃうんでねすぐほんではポン酢でね、あ、椎茸からね、ポン酢椎茸いただきます。うんうんうん、あ、ポン酢もうまっ、お豆腐、うん、あ、野菜、ネギ、おネギもね甘くなって美味しいっすよね。わ、つゆがもう全然なくなっちゃって、ピント来てんのかな、ピント。ちょっと動画の尺長くなってたらね申し訳ないです、編集で若干こう短くできたらしますけども、ちょっと長くなってるかもしれないんで申し訳ないですね。じゃあ長ネギいただいて、うん、よいしょ、よいしょ、鶏団子ね、鶏団子いただきます。うんうん、あ、うん、お鍋のねこの塩系ちゃんこ鍋のスープでそのまま食べるのも美味しいですけども、やっぱり、あ、やっぱちょっとね裏返りましたね声が。やっぱりあのお鍋はね、あっさりお鍋はやっぱポン酢で食べると美味しいですね。寄せ鍋とかのスープもいいですけどもね、私この塩のスープがね好きなんで、うんうん、塩ちゃんこ鍋のこのスープでお鍋作って残りのスープラーメンとかにも使えるんでね、塩ラーメンとかにも使えるんで、寄せ鍋のスープってなかなかラーメンに使うっていう感じの味じゃないですけども、塩だったらね塩ラーメンのあのスープに使い回したりできるんでね、重宝するんで。では今日のね
晩酌動画の方はこの辺で締めさせていただいて、あとはねゆっくり他の方のね晩酌動画を拝見させていただきながら続きやっていきたいと思います。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね動画編集してアップしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあシュワシュワ飲んで